デイビッド・ロバート・ブルックスは、イングランド・チェッシャー州、ウォリントン出身のプロサッカー選手。エフルチャンピオンシップの AFC ・ボーン・マスに、所属している。ウェールズ代表。ポジションは MF。7歳の時の2004年に、マンチェスター・シティ・ FC のアカデミーチームに入団。10年後の2014年にシェフィールド・ユナイテッド、FC のアカデミーチームに入団。 2015年8月にカンファレンスナショナルの FC、ハリファクスタウンへの1ヶ月のローン移籍で合意し、同チームでプロデビュー。2017から18シーズンにシェフィールドユナイテッドのトップチームに昇格。早速先発に定着し、主力選手となったブルックスにリバプール FC が興味を示す中、10月17日に2022年までの契約に合意。 27日のリーズユナイテッド FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2018年7月1日、A、FC ボーマスと4年契約を締結。プレミアリーグ2018から19、シーズン開幕戦のカーリフシティ FC 戦でトップリーグデビューを果たした。2017年に U-20 イングランド代表として、トゥーロン国際大会に出場し、同代表を優勝に導き、 MVP も獲得したブルックスだったが、母親がウェールズ出身だった関係で、ウェールズ国籍を行使する形で、8月にウェールズ代表でプレーすることを表明し、U-21 代表に招集。9月には 2018FIFA ワールドカップ出場をかけたヨーロッパ予選グループ D にフル代表に招集され、10月のジョージア戦、アイルランド戦にベンチ入りしたものの、 最終的にグループリーグ3位に終わり、本大会出場はならなかった。ありがとうございます。